ようこそ俺たちのジャパンへ。皆さんは歯のメンテナンスをきちんとしていますか？虫歯になる前に歯医者で歯石を取り除いたり、毎日の歯ブラシが最も大切と言われています。今回は歯を大切にしているアメリカ人女性が日本で歯医者に行くことになります。予防歯科意識が高いのに彼女は虫歯になってしまったのでしょうか？私の名前はエマ。日本で英会話の教師をしているの。1年前ずっと教えていた生徒の達也と付き合って結婚することになったのよドラマみたいな話でしょ。達也は上達が早かったけど、それは私に褒めてもらいたかったからなんですって。本当はアメリカに帰るつもりだったんだけど、日本にまさかの移住よ。自分でも信じられないわ。でも今はネット環境さえあれば問題ないものね。アメリカの家族との距離もそんなには遠く感じないの。最近じんじん痛くて我慢できそうにないことがあるのよね。そう、私歯がとっても痛いの。これって虫歯かしら？洗面台の前で口を大きく開けていると達也が何してんのと声をかけてくる。おはよう達也。なんだかとっても歯が痛いの。見た感じ黒いところはないんだけど。ほっぺに手を当てながらため息をつく。珍しいね。君いつもしっかり歯磨きしてるのにね。達也は隣で顔を拭きながら言う。私のデンタルケアのグッズは達也から見るとすごく多いらしい。デンタルフロスにマウスウォッシュ、達也からすると高くない？という歯磨き粉に歯ブラシは2種類くらいある。これくらい普通よ。あなたもしっかりした方がいいわ。大丈夫だって。俺今まで虫歯できたことそんなにないもん。確かに達也の歯には虫歯はない。よほど達也のママが小さい頃しっかりケアしていたのね。歯がとっても大切なのは当たり前よ。一度削った歯は二度と元に戻らないんだから。それに治療費もとっても高いもの。日本に来てからそういえば歯医者に行ったことがない。なんだかんだアメリカに一時帰国するときにそこで済ませちゃってたし。でもこの痛み、帰るまでに耐えられないわよね。メンテナンスも兼ねてそろそろ行かないとダメね。職場で資料をまとめていると、あれ？お昼まだ行かないんですか？事務スタッフの日本人が話しかけてくる。時間はもう14時過ぎている。なんだか歯が痛くて食欲が湧かないの。朝よりもどんどん痛くなってきている。顎全体がもう痛い気がするし、頭も痛くなってきた気がするんだけど。虫歯ってこんなに痛いのね。エマさんの歯って真っ白なのに虫歯ありますかね？あ、親知らずじゃないですか？彼女の言葉に私はピンときた。親知らず？その発想が全然なかった。でも奥歯は昔からあったのに、どうして最近痛くなってきたのかしら。私も親知らず1ヶ月前くらいに抜いたんですよ。抜いた後すっごい痛かったですけど、虫歯っぽい痛みはなくなりましたよ。彼女は私の言っている歯医者教えましょうかと、近くの腕がいいという歯医者を教えてくれた。困ったわ。親知らずだなんて。歯を抜歯するとなるとすごく高いんじゃないかしら。家に帰って達也に、この痛み親知らずかもしれないと報告をする。ん？歯医者行って抜いちゃえば？と達也はさらっと言う。何言ってるの？歯医者なんてとっても高いのよ。ちょっと声を出すだけで頭に響く。達也は逆に、え？とびっくりした顔で、そんなに高くないでしょう。保険も入ってるし。まあ明日行ってきなよ。確かに保険は会社で入っているけど、ママに親知らずが痛いかもしれない夕方に話したら、アメリカじゃ治療費30万円ぐらいするのよ、大丈夫なの？って心配されたの。歯医者って自由診療の部分もあるしな。でもどうしようもなく痛いし。それから数日痛み止めを飲んだり冷やしたりして気を紛らわしてたけど、とうとう我慢できなくなってしまった。も
理だわ、歯医者に行ってくる。思わず涙ぐんで達也に言うと、まだ行ってなかったの？と驚かれたわ。ジムの彼女に教えてもらった歯医者に電話して、とにかく痛いんですと伝えると、すぐに見てもらうことになった。白い壁にふんわりオレンジのライトが当てられている待合室で待っていると、エマさん、こちらへどうぞと呼ばれ、診察室に入る。この病院の雰囲気久しぶりね。こんにちは、日本語大丈夫ですか？優しそうな目をしている男性の先生がマスク越しにニコッと笑う。ええ、平気ですと答え、とにかく歯が痛いんですと先生に訴える。レントゲンを取り、治療する長い椅子に座って寝転ぶ。虫歯はないんで親知らずですね。後ろの歯が斜めに成長してきているので、それが前の歯に刺さって圧迫しているから痛いんだと思います。レントゲン写真を見比べて先生は言う。見せてもらうと、確かに一番奥の歯が斜めに、しかも歯肉に大きく食い込んでいた。今日もう抜いちゃいましょうか。3日ほどは抜いた後すごく痛いと思いますけど、このままだとずっと痛いので。予定大丈夫ですか？と先生は聞く。私は予定よりもとにかくお金がいくらかかるか気になって仕方がない。治療したら全部でだいたいいくらくらいになりますか？私今そんなに現金なくて。カード使えます？と恐る恐る聞く。あ、カードを使えますよ。キャッシュレスでも大丈夫です。料金はちょっと待ってくださいねと先生は軽く、これで計算してもらうように伝えてくれると近くの女性スタッフに何か紙を渡していた。はあ、やっぱりすごく高いんだ。どうしよう、とてつもなく我慢できなかったから来たけど、歯の治療に30万なんて。すごく気をつけていたのに、親知らずなんてどうしようもないじゃない。自分にポカポカ殴りを入れる。お待たせしました、だいたいこれくらいですね。あとは痛かったら麻酔を追加したりするので変わってきますが。と先生が1枚の紙を見せてくれる。数字がいっぱい書いてあって、ここですと赤い丸をしたところを指さした。え、こんな値段になるんですか？私は驚愕した。何かの間違いじゃないの？保険費用内で今回はやらせてもらうんですけど、初診料とかレントゲン代とか入れるとやっぱりこのくらいはかかっちゃいますね。エマさん歯並びが綺麗なのでまだ低めの方だと思いますよ。先生は細かく説明してくれる。そうじゃなくて、だってアメリカでは30万円はするのに、日本はたった1万円。そんな嘘でしょ。私が治療費を高いんじゃなくて安いことに驚いていたみたいで、先生はほっとしていた。日本の健康保険は3割負担ですし、今回はホワイトニングとかもないので保険適用内ですから安心してくださいね。と先生の言葉に、わかりました、お願いしますと返事をし、その日のうちに親知らずを抜歯してもらった。あんなに悩んでたのが嘘みたい。1時間後には治療が終わっていた。じゃあ痛み止め出しとくので、2日後には消毒に来てくださいねと払ったお金は結局1万円を切っていた。薬までくれるの？ああ、達也の言うことを聞いてもっと早く行けばよかった。私のこの数日間の痛みは一体何のために我慢してたの？自分の意味のない我慢にがっくりきたわ。それから1週間は歯を抜いたせいで顎が腫れていたけど、すぐに元に戻ったわ。歯が痛くないってなんて素晴らしいのかしら。日本では歯のメンテナンスにそれほどお金がかからないと知って、日本にいてもこまめに歯医者に通うことにしたわ。アメリカの保険よりも安い保険代払っていて、これはとってもお得よね。あなたも歯が痛いなら早めに見てもらった方がいいわよ。生きていくなら一生大事なんだから。虫歯じゃなくてよかったわね。それにしても歯を抜くのって痛そう。
美味しいご飯を食べるためには仕方ないか。そんなに安いなんて知らなかった。日本人が羨ましいわね。大人になって痛い思いはあんまりしたくないわよね。早めに私も歯医者に行こうかしら。彼女の悩みは無事に解決できたようですね。アメリカでは保険がないため、病院は基本的には全額負担となるようです。民間の医療保険の加入率は州によって違うそうです。小さな頃から虫歯にならないように予防歯科が重要視されています。いつだって綺麗な白い歯でいたいと思うのは素晴らしいことですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。